前々回動画で焚き火で水1リッター沸騰させる実験して、沸騰させることできなくて、熱伝導解析して考察して、ガンの蓋と水の多さに問題あったのかな思って。今回の実験では、小さい器探して、それを直接火で炙ることにした。着火するね。着火時刻はだいたい9時頃かな。10分以上経過。いい、やっと器に届き始めたかな。着火から約20分経過。器の左側に偏ってるけど、結構強い火になってるかな。でも、器の中の水は特に変化なしのはずだったかな。
着火から約30分経過。火が器まで届いてない時も結構あるかな。沸騰はしてないけど湯気出てるみたいで、確認してないけど蒸発して水面落ち始めてたかもね。着火から約40分経過。器への火の届き方、微妙やな。確か、この頃、小さい気泡浮かび上がってきてたような気するけど、ボコボコ泡が出てくるような沸騰ではなかったな。多分100度 C もしくはそれ近くまで水温上がってたんちゃうかな推測するけど、温度計で測ってみんことには正確なとこよくわからんかな。気泡上がってたんも気のせいかもしれんし、水面は着火時より何ミリメートルか下がってたかな。
これが最後の1本。実験結果、水 300cc でもボコボコ泡出るような沸騰させることできず。次回動画で結果考察するためのコンピュータシミュレーション、またやってみようかな。